明け間近の静まり返った街の片隅、一人戦いを決意する。お前闇の中虎のように目を光らせて、胸の奥に燃える思い、お前を包む。湧き上がる劇場が熱い心が、お前の体巨人に変える。やがて昇る朝日は、お前の決意の発火で、この戦いにもはやゴールは何の意味もない。朝日を浴びて、お前の熱い戦いが今始まる。湧き上がる劇場が熱い心が、お前の体巨人に変える。危ないですよ。鹿島で異変が起こります。そう、鹿島で。何か気にかかることがあるんですか？いや、ちょっと。日本人はお茶だよね。隊長、良い空中偵察を申請したいのですが。どこ？茨城県東部およびその領海。なんで？ひょっとして勘？新井、もしかしたらこの件じゃありませんか？報告が来てますよ。どれ？ああ、これ、これね。でもこれ鹿島といったって茨城県とは限らないんじゃない？人かもしれないよ。それにこの人、ほら、こんなところにも。昼休みの OL サラリーマンで賑わう有明公園に現れた自称台場だったの弟子を名乗る謎の女性は、通行中の人を呼び止めては追跡を繰り返す。皆さん、日本はまさに危機、危機なのです。皆さんにはわからないのですか、この国体の危機が。普段のこの女性の正体は、新橋駅前で占い小屋を営む若林玲子さん28歳。発信中の自分のホームページでも予言予知を繰り広げ、警視庁警察ではこれに有限庇護罪を適用できるかどうか検討に入りました。危ない時何が起きるんですか？まず鹿島で異変が。
よし、じゃあちょっと市ヶ谷まで行ってくるわ。けれ、情報本部も頑固ですね。本部長へそ曲げちゃったんですかね。体感機で懲りたとかで。で、衛星の方は何にも、どこにもそれらしい影は映ってませんね。今回は外れ、はあ、まあ、でも注意報くらいは出しておこうかね。お騒がせしました。いえいえ、こちらこそ。ところで、ゴーちゃん。は、何でしょう。ちょっと例のポーズやってくんないかな。やってくんないかな。しょうがないですね。優勝だ。情報をつなぎます。了解しました。こりゃ犬坊崎か。沖合3キロだね。ずいぶんでかい交点ですね。こんなに近寄るまでわからなかったんですかね。データの発信源は九十九里沖の町海からです。今土浦から先遣隊出ました。で、上陸予想地点は鹿島港付近、確率 72%。 鹿島港ですか。え、鹿島。勘が当たったね。偶然ですかね。いや、わからんぞ。あの女性、今どうして。町海関西機が高額で標的を確認、モニターに出します。あれ、何これ。これでマニュアル通りの距離と倍率なのかな。ええ、そのようで。としたら、これすごくでかいやつだぞ、これ。死体検索結果出ます。分類名称、コードネームともにゴロマキングです。過去にタララ島、ソロモン群島、ドーモ島で消息を確認。3体目の個体です。とにかくだ、茨城県知事の要請があるの待ってられないね。よし、じゃあ鹿島まで飛ぼうか。はい、直ちに。新井、辰巳、出動。自分たちはこれでサイボーグ部隊とでも戦います。さあ、どこへでも。不合作戦やるんじゃないんですよ。しかし、ああ、まあまあ、じゃあ行こうか。ああ、そうだ、村ちゃん、ヘリ甲板にちょっと回しといて。あ、それから由美ちゃん後から来るから、本体追求するように言っといて。よし、以上よろし。あの新たなプリップを2つ確認。あ、
標的らしきものを一匹見よ。人さん〇〇。らしきものとは何だ。発見せる標的の種別知らせ。標的が七分に、海が三分か。え、何ですか。いや、こっちのこと。ところで、何サイズですか。あ、これね。これがまたよく見えるでごわすよ。これおー、これはこれは。隊長、あらゆり打電。標的は後方にさらに2匹の標的を伴う。さらに2匹の標的を伴う。標的の種別、上陸順はゴロマキング、ドドゴ、バクシーザの順。第一標的上陸まであと1分30秒。攻撃方法の決心をお願いします。1301、標的上陸。おお、これはすごい。よし、払い変電。は成功法でいこう。それでは私も支援に赴きたいと思います。地帯内の原油タンクは全て満杯で、タンク内の残留原油がとても抜いている暇はない。しかし作業員全員避難したし、どうせほどいたって壊されちゃうもんだから、みんな思い切ってやるように。作戦中止、一旦中止。あ、どうしたの。はい、地方人が一人作業地域内から内部へ侵入しています。排除します。あ、何をしてる。死にたいか。若林麗子さんですね。いいえ、そのようなものではありません。危険ですよ。どうしました、若林さん。違います、私は若林なんて名ではありません。そうよ、そう、私はそんな名前じゃない。そんな人じゃない。大事な役目があるのよ。配置に戻ります。様子が変です。戦場恐怖症の可能性があります。衛星班には下がらせましたので、とりあえずここに。あなたのおかげで何百人か何千人かの人たちが助かったんですよ。お礼を言います、若林さん。私は若林じゃない。失礼、台場だったのお弟子さんでしたっけ。違います。あ、でも占い師さんなんでしょ。違います。ああ、預言者さん。違います。じゃあどちら様で。わからない、わからない。若林、わからない。私は一体。ちょ、よし、目標は第三標的。第1種対銃戦闘攻撃開始。
この部隊が撃っている。奴に先を越されましたね。乾杯。乾杯。乾杯。ところでゴーちゃん。は？体は全然傷なんかつかなかった。あ、ありがとうございます。おかげさまで。よかったよかった。よかったよかった。作戦がいいですから。うん、そうだよ。うん、あ、新井。はい。ああ、標的らしきもの、らしきもの、あれはダメですよ。昔、ミッドウェー海戦の時には、標的らしきもの、などという曖昧な索敵報告で負けたんです。ま、その時の索敵員が君だとは言いませんけどね。肝に銘じて。あ、ところで例の女性、彼女どうしました？あ、玲子さんのことか。はい。若林玲子という人は実は別にいて、今西伊豆で療養中なんだよ。え、じゃああの人一体誰なんです？それだよそれ。ほら、何年か前にさ、変なカルト宗教が流行ったことあったじゃない。はい。霊体強化術によって人間が変われると称した変な教祖がいましたっけね。どうやらそれの犠牲者らしいんだな。じゃあ当時言われた霊感強化人間って？彼女のことだよ。どうりで別人になってしまった上に霊感まで。あのな、はい、ちょっとここだけの話なんだけどよ、はい、公安の友達に聞いたんだけどよ、はい、さらに前からな、某国の工作員じゃないかって内定が入ってたらしいんだよ。だから他にもそんな名前がいっぱいあるんじゃないかって。では本当の名前は？今度は分かんない。本当の自分は？パターンの使いようなどに全然分かんない。予言を繰り返しています。困ったもんだね。あの、お話し合い中すみませんが、噂の人なら、ほら、そこに。この帝都東京が銀色の巨大な生き物に襲われて、このまま終わりを告げるのです。We'll be right back.
謎の盗賊ブラッディ・マリーに矢吹隊員が誘拐された。新井の怒りが爆発する。次回ライン、ご期待ください。